めっちゃオーナーでいっぱい。オーナー男の子だぞ。切ってるからそう見えるけど。2.3円。めっちゃ多いよ。2.3円たった。じゃあ俺はほら日向って山田ちっちゃいイメージ。あ、そういうんや。これは今から増やしていく。反毛が終わったばっかり。ちょっとやん。一回分。今から増やしていく。人は食われへんでそんなんで。同じ体重でも人はそんなに一回でそんなに食われへん。ペンギンどうなんだよ。ペンギンすげえやん。体重から考えてやん。何パー食うやったっけ。ケープちゃんなんて3キロぐらいの子が3キロぐらいでも500食うやったっけ。400ぐらいやな。10パー以上やろ。うちらがよ60キロでも60キロ6キロ食べるんだと食べへん、うん、使い道がな、エネルギーにすごいいいしてるんやな。そうよな、しかもまるでな。なあ、ほんまやな、骨も全部溶かすわけやからな。いや、弱いな。なのに、脳みそだけが大きなと思うの強くなってしまって。いいね。なんやろうな、うん。だから強、まあ、脳みそ発達したんやけどな。脳みそうまく使わなあかんな。使ってしまったやな。なんで手、枝を拾ってしまったやろな。枝を。昔何万年も前なの手で持とうって思ってしまったよなみんな思わんかったそうか、やっぱりでかいな。メスよりでかなってるやん。90あんの今。90や。あ、そうなん。へぇ、まあまあ気にすんなって。刺激してる。何やったっけ、よく言うやつ。俺らがよく言うストレスじゃなくて刺激じゃなくて何やったっけ。料理に使う言葉。スパイス。スパイス、そう。ちょっとしたスパイスかやと思って。スパイス濃いなぁ。タバコはしそう。私やったら簡単だ。ついていっていい。見せてみー、あんた。閉じれるやん。本当は閉じれんねんけどな。あれできた。頭でかなってきたな。そう？うん。ここ？うん。かわいい。見て、めっちゃ顔かわいい。感情がもう我慢したなって。つらい。私もつらなってくるわ。なんでやねん。なんかもう大丈夫や、頑張ってんなみたいな。教えられへん。なまあ毎日おったりとかやったらだんだんなっちゃう。後ろを見せるのが嫌だから。痩せてるな、ほんまにな。教えてることにしてるけど。あ、俺がおるからできへん。あ、なるほど。だから俺が撮影するときはいつも同じ動きしかできへんけど、新しいことができへんな。教えたいけど、多分絶対できる。集中できる。できることはできるけどな。